進むスピードにも自分が全くついていけなくて向いてないのではないのか。自分はこういう人間なんだって決めつけないでください。どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活相談企画ということで実際の大学3年生の方と南さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、どうも南です。こんにちは。本日相談をしてくださる就活生の方、簡単に自己紹介をお願いします。京都府立大学福祉社会学科3回生の丸田ひなです。よろしくお願いします。じゃあ今の就活の状況をお聞きしてもよろしいでしょうか。気になった企業に複数社エントリーシートを出して通ってるところあるんですけど、面接やグループディスカッションで落とされてしまって、現在1社しか選考進んでいない状況です。何社中1社なんですか。20社エントリーシート。20社。早速悩みをお聞きしてもよろしいでしょうか。就活を進めるにつれて民間企業に就職することが本当に自分に合った選択なのか分からなくなってきたことです。それは何で思ったんですか。自己分析を進めるうちに自分の軸とその企業の選考フローが自分に合わないのではないのかと思ったことが理由です。なんで合わないと思ったんですか。私はグループで協力して何かを達成するよりも自分一人で何か行動を起こして達成する時にモチベーションが上がる傾向があって、企業の選考フローではグループディスカッションが重視されていて、グループで協力して何かを達成することが重視されてるのかなと思って、一人で行動を起こすことが好きっていう自分の軸と一致しないのではないのかなと思ったのがきっかけです。最近聞くところによると選考の途中で挫折したことがあるってお聞きしたんですけど、その話もちょっと聞いてもいいですか。はい、大手 IT 企業のグループディスカッションでこのグループの中でナンバーワンを決めましょうというグループディスカッションがあって、それぞれ点数化するものを決めてトータルでスコアを出されてしまったんですよ。グループの中で誰が一番優秀かみたいな、皆さん頭の回転が速くて進むスピードにも自分が全くついていけなくて、その中で自分が何も話せなかった結果一番低いスコアをつけられてしまって、企業とかで活躍するのに向いてないのではないのかって思ってしまって、そこで心を折ってしまいました。まずトラウマのそのナンバーワンを決めましょうグループディスカッションに関しては、忘れてください。それは N=1 で、これが N=10個のグループディスカッションが10個ともそうだったらもうグループでやめた方がいいけど、 N=1 の結果で全部を判断するのはなんかもったいないから、確かに自分はこういう人間なんだって決めつけないでください。民間企業イコールグループで働くものっていう認識がまず間違っていて、民間企業の反対って何考えてる。公務員とかで考えてます。自分で事業も立ち上げてしまう。それを考えてるんですね。なるほど。それこそ企業の方が人と接して自社の社員もそうだし自社のアルバイトもそうだし取引先とかっていう人とコミュニケーションを取ってっていう、それこそグループの働くことなんですよ。どういう生き方をするにしろ人と関わらずに生きるっていうのは相当トップオブトップの学者レベルだったら一人で閉じこもってて一人で研究してれば成果も出るんですけど、そうじゃなければ基本は誰か人と関わってコミュニケーション取ってっていうのをやっていくので、グループは私も無理だやめるっていうのは違う。あともう一個あるのは、民間企業の中でもいわゆる個人事業主型と言われているような一人で独立して動くみたいなこともあるんですね。分かりやすいので言うと、人材と不動産、転職したい人の相談に乗ってその転職したい人を人材を求めている会社に送る、そこで手数料をもらうっていうビジネスモデル。不動産もそうで、家を探している人と家を余らせている人をマッチングしてその人を送ることによって手数料をもらう、これ個人事業主型なので民間企業ですけれどもほぼ一人で単独で動くんですね。そういう働き方もあるので、民間企業イコール全部がグループで働くっていう認識も違う。個人的に思うんですけど、就職活動のグループディスカッションと実際に働く上での周りの人との共存って全然違うと思うんですよ ね、まあ、ですね。だからひなさんが仮にグループディスが全然できなかったとしても実際に働いてみるっていう中で組織でうまい役割とか立ち回りできる気もしてて、そうですね。一回例えば1ヶ月インターンしてみるとかアルバイトとかもしやっててそんなに問題なければ多分
働いてもいけると思うんですよね。バイトとかは今してるんですか？今そうですね、たこ焼き屋さんでアルバイトをしてるのと、最近始めたとで個人事業主として、はい、化粧品を売るっていう仕事を最近は始めました。まだ実際に販売はできてないんですけど、まだお勉強段階で。たこ焼き屋さんとかでもチームプレーじゃない？たこ焼き回すのとか。たこ焼き屋さんはチームプレーなんですけど、たこ焼きを焼くポジションについてて、私は一人のポジションなんですよ。自分の頑張り次第で業務とかにも、お客さんにたこ焼きを提供できるスピードとかにも影響出るので、私が一人で突っ走って頑張ってる感じで、あまりチーム的には巻き込めてないのかなと思ってます。これはね、哲学的な話になるんですけど、人生をどうしたいか次第で変わってきます。例えば一人で職人気質で生きていきたいんだったら、今のたこ焼きのバイトでも一人でどうやって生産性を高めるかっていうところで、器具とかを変えてみるとか、温度変えてみるとか、いろんな工夫で自分一人の工夫を突っ走ってください。でただそうじゃなくて、世の中を幸せにしたいんだとか、働いてる人がみんな笑顔になれるようにみたいな、こうもっと広い視点で社会を見て、広い視点で自分が成果を残したいのであれば、たこ焼きのアルバイトにおいても、自分が焼くだけじゃなくて、周りの人がどういう動きをしていて、どういうことに困っていて、どういうことを改善したら全体がハッピーになるのかっていう俯瞰の目で全体を見ることをした方がよくて、まあ徐々にでいいので、視野をどんどん広げていって、あとは休憩時間中にいろんなメンバーとコミュニケーションを取ってみて、どういうことに困ってるか悩んでるかっていうところを聞いてみるとか、それで信頼関係を築いていって、全体としていいチームを作るっていう体験をした方がいいかなというふうに思います。いいこと言うじゃん。ありがとうな。もう一個悩みで僕すごい気になったのは、就職する意味がわからないかもしれないってところで、起業を考えたいと思ってる。すごいよね、俺公務員だと思ってたもん。そう、民間企業じゃない。でもね、それは今どうなんですか？私には漠然としてますが、将来したいことがあって、性別問わず男の人も女の人も、見た目で劣等感を感じる人に自分に自信を持ってもらえるように、美容面と心理面でアプローチできるような事業を展開したいなって。めちゃめちゃ素晴らしすぎて感動してるんですよ今。で、人間って全員心の生き物だからさ、ね、心の面のっていう視点があるのはなんか早いし素晴らしいなと思いました。そのままその個人事業主として卒業後にも、その美容のスキルを高めてから事業を展開するのか、それとも民間企業で就職して経営者としての視点を持って起業するか、どっちがいいのかなっていうのを最近悩み始めるようになって、はい、結論から言うと、それはどっちでもよく良いです。一番大事なことは、自分の人生で一番真似したいと思うような師匠を見つけること。大きい企業だとしても、どういう上司のもとにつけるかっていう、いい上司、いい師匠に見つけられるかどうかってことが大事だし、個人事業主として働いてる時も、まあ、起業してたとしても、まあ、経営者仲間とか経営者の先輩とかっていうので、まあ、尊敬する師匠を見つけられることかってすごい大事。いい師匠を見つけるためにできることってありますかね？はい、まずはやっぱ広げることだと思う。いろんな人を知ること。広げた上で取捨選択する。この人は捨てる。この人は大切にするっていう。OB、OG 訪問をもう今からでもどんどんしていった方がいいっていうことです。それはあの民間企業で勤めてるサラリーマンもそうだし、実際起業してる人に対して30分でいいからちょっとお時間くださいって話すことがすごい大事だと思う。最後にですね、ひなさんの方から感想をお願いします。今まで一人で悶々と就職活動を進めてきたんですけど、実際に悩みを相談することで、自分が今何を考えてるかについても整理されてったなと思います。アドバイスいただいたことを中心に、もっと見方を変えてって、今後どう進んでいけばいいのかについても考えていきたいし、将来についてももっと考えていく必要があるのかなと思いました。ということで、本日はお二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあな。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。